どうも、ニートです。いつもご覧いただきまして、誠にありがとうございます。はい、ということで本日タイトル通りなんですけど、今日でオナキンが93日目を達成することができました。はい、ということで本日もね、サクッと撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでまずムラムラですね。ムラムラが今日 85% でございます。はい、高っ。なぜかというと、ついね、僕ね、ちょっと一回、なんつうの、頭の中を取っ払いました。一回。取っ払ってるかわかんないけど、いわゆる前までは、オナキン30日前後かは普通にインスタグラムで海外のポルノスターをね、ポルノ女優をフォローして、めちゃめちゃ画像とかなんかちょっと小さい動画、ミニ動画みたいな見てたんですけど、一回ね、一回それもう一回やろうと思って、はい、やってます。はい、でだから僕のスマホ今背景がもう海外のもうスケスケのなんかもうめちゃめちゃもうなんかタンクトップの女性みたいな、わおーって感じなんですけど、やっぱそれにするとね、シンプルにムラムラしますよ。はい、絶対やんない方がいいですね。ただ別に僕は本当にいつも言ってるんですけど、もう別になんか今晩抜きたくなっちゃったらもう抜いて、もうおしまいでもいいんじゃねって思ってます。で、プラス、一応ね、本当にこれくどいんだけど、もう一応3ヶ月達成したからね、90日超えたから、もう一つ夢が叶ったし、なんかこれ以上別に求めるところは正直ないんですよね、僕自身としては。だから、なんかもうそれで、なんかこれであえて画像をすることによって、またなんかいろいろ変化があるんであれば、それはそれでいいかなと思って、今。やってます。はい。なんで背景が結構今、結構僕は背景を変える人なんですよ。そのオナキン30日前後まではそういうちょっとね、エッチな感じとか、あと普通にそれだけじゃなくて、こう筋肉めちゃめちゃマッチョの人とかの画像とかにすると、やっぱ意識がそれ見ると、あ、俺も筋トレやろうみたいな、今この人絶対筋トレしてるでしょとか、やっぱそういう想像を勝手に頭の中でするから、妄想だけど、でもそういうことをすることで、あ、今俺はこうなんかツイッターでダラダラ見てたけど、今俺はスマホを見た時に、この人はめっちゃ筋トレしてる画像、めちゃめちゃマッチョな画像だ。あ、絶対この人って今、俺がこうやってやってる間に筋トレしてんだろうな。とか、そういう、いわゆるそういう意識が働きかけるから、なんかそういう意味で背景にしてます。はい。で、今は、最近までは、そのオナキン30日超えしてから、それが逆にこう辛くなっちゃって、やばい、これは絶対抜くなっていうところがあったんで、背景をこう、なんだろう、iPhone とかでさ、よく月の、ね、アースの画像とか、地球ね、地球とか宇宙の画像とか、あとなんかこうイルカとか犬とか猫とか、あとなんだろう、森の画像とか、あと今で言うとやっぱビーチ、夏、海とかそういう画像とか、あとまあスーパーカーとかね、そういうのに僕は結構背景変えてたんですよ、ちょくちょく。本当に1日1回は変えたりとかしてて、で結構デフォルトの画像とかもしたりとかしながらも、まあそれでとりあえず今はちょっとアダルトな感じしてます。はい。それでね、見てるたびにこうムラムラと、まあモチベーションも上がるから、なんかやっぱこう自然と元気出るよねみたいな、なんかもはや薬物レベルだよね。まあでもまあそんな、なんかやばいなと思ったら変えるし、まあ楽しいなって思ってるから今とりあえずそれにしてますってなわけで、オナキンじゃねえよ、ムラムラ度が 85% か 85% でございます。はい。で次に、睡眠ですね。睡眠は昨日結構なんかね、こう家で家族と結構話し合う時間があったりとかして、うん、なんかね、結構メンタルやばいっすみたいに言ったんですけど、でそこでめちゃめちゃ発散していろいろ話したから、なんか夜はね、結構疲れて眠りました。なんで朝もちょっとなんか疲れたなって感じで起きたんですが、やっぱり発散することでこうやってしっかり自分の思いを出すことで、やっぱスッキリしてたんで、ちょっと全然今日は少し違いました。だから睡眠時間はちょっと減ったんですけど、やっぱ全然違うモチベーションが。で、あとはまあ先輩に今日ね、バイト先でレッドブルをね、この前いただいたんで、それを飲んだり、ちょっと元気になってみたいな。別になんかレッドブルを絶対飲もうとかって思ってなかったんだけど、やっぱこういただいたし、しかもね、今日そういうちょうどテンションなんかあれだったんで飲んだら、まあいい感じかなっていう感じでございます。なんで睡眠まあ 50% ぐらいなんだけど、質がちょっと違かったなって、ちょっと昨日ね、スッキリした部分があって良かったなと思いました。はい。ってなわけで 50% です。はい。で次に、メンタル面ですね。メンタル面も、正直言うと、そんな別にいいわけじゃないです。やっぱり今動画撮ってるし、で、そうやってムラムラさせてるおかげで、こう、ハイになる。ハイって言い方もない、ちょっと変なんだけど、こう元気になってるんですけど、やっぱりこう動画とかオフになったりとか、一人の時間になってる時は本当にね、なんか無になってるよね。ただ、別にそれに対して、ああ、俺は無だっていうのは、無だから俺はなんか悪いやつだとか全然思わない。やっぱさ、人間って一人になったらさ、好きなことをするわけじゃん。で、パソコンカタカタやったり、アニメを見たり、YouTube 見たり、まあ、筋トレしたり、ね、なんかいろいろやると思うんだけど、やっぱその時ってさ、別になんか笑ってなくて、こうやって、あ、えへへってやってないと思うんだよね。なんか本当になんか楽しい友達で、えへへってやってるけど、みたいな感じ。まあ本当漫画とか面白かったら笑うけど。だからなんか別に今日今思ったけど、あ、とりあえず俺は俺で、こう時間、今を過ごしてるなと思って、別になんか、うん、そう思えてる感じがする。
だし、なんかこうやっぱりこう物を今日また手放したんですけど、メルカリで買ってもらったりとかして、やっぱ物が減るとその分思考を、その分思考しなくなるから、じゃあそしたら何やろうってなると本当に限られてくるわけじゃないですか。ってなるとなんか一つまたね、頑張ろうかなみたいに思えて、頑張ってるんですけどね、すでに今頑張ってるんだけど、なんか一つもう一回こう大それたことじゃないんだけど、まあ、それこそよく動画で言ってるんですけど、リゾートバイト行くとかさ、あとなんだろうね、なんかもう少しバイトの数を増やすとか、なんか、うん、なんていうの、まあなんか自分なりに思ってることをどん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 やれるのかなみたいに思ったりとかして、一つの挑戦もそうだし、だからさっき画像も変えたりとかしたんですよ。それも一つの、まあ、メンタルリズムというかさ、いわゆる一つの変化だから、あえてやってみてる今。本当はそういうことやんない方がさ、お泣きにははかどるしね、そういうのあるけど、いや俺やっぱそういうの好きなのかなみたいな、このなんかムラムラしてる感じの自分好きかもしれんバカだね、変態だね。なんかやっぱそういうね、あのムラムラしてそういう画像を見てて、でそういう女優女性とかとやっぱ一緒にいたいな、一緒にいたいで言いないけど一緒にいたいなって思ったりとか、やっぱそういう風に自分自身が、じゃあどうやったらこういう人と会えるんだろう、そしたらもっと俺がかっこよくなって、でもっと力つけて、もっと信用されてね、みたいな、そういう風な自分になっていきたいし、もっとっていう風に思えるんであれば、すげえなんか今日のその大したことはないんだけど、小さな変化かもしれないんだけど、やっぱそういう変化をつけることで体が、脳が、ね、こう心が変わっていくんであれば、それはまあ正しいとかないんだけどね、結果論だからさ、結論いいところに行けば俺はいいかなって思ってるんで、っていう風なメンタルでございます。はい。だから別になんか好調でもないし、なんか人生うまくいってますねって感じじゃないんだけど、まあとりあえず、なんかとりあえず生きてますって感じです。はい。てなわけで、あ、6分過ぎだった。ごめんなさい、結構長くなっちゃって。はい。まあ、てなわけで今日、おなきん93日目なんで、なんだ今の言ってるんでしょう。93日目なんですけど、まあ、顔色も結構別に悪くなくて。はい。あと、やっぱあのね、動画でね、あの、ほんとこれ最後なんですけど、あの、コメントね、いつもしてくださってる方、あと評価とね、あのね、チャンネル登録してくださってる方、本当にありがとうございます。で、それで、あの、コメントとかで、なんか顔がやっぱ変わりましたねとか、細くなりましたねとか言うけど、やっぱり、ね、久々にね、人に会うじゃないですか。昨日とかもちょっと夜、ちょっと会ったりとかして、知り合いに。そしたら、え、細くなったみたいな。え、顔変わったとか。そう。あ、なんかね、よく、それが言われるっすね。だから自分からすると、あんま分かんないですよ。別に食事も抜いてるわけじゃないし、まあちょっと家庭の状況でね、食事量も減ったりとか、ちょっといろいろあるんですけど、そこは秘密なんですけど、まあ、でも本当に俺からすると別にそんな大したことはまあしてないんだけど、まあちょっと運動量もちょっと減ったかな、もしかしたら。でもまあともかくとして、でも本当になんか細くなった、あ、でも細くなった、ただ細くなっただけじゃないよねみたいな言われるんですよ。そう、別になんか俺は何も食べれてないから細くなったんだじゃなくて、なんかそう、細くなったねみたいな。だからなんかいい意味で多分言われてるんだろうなと思ってて、まあなんか、はい、不思議だなって。別に俺はそんな意識はしないんですけど、まあなんかお泣きにするとよく言われるのがそれだよね。なんか雰囲気変わった、なんか痩せた、なんか細くなったみたいな、なんかシュッとしたねって、なんか顔変わったとか、なんかそういうのあるよね多分お泣きにしてる人ならわかるあるあるだと思うんですけど、まあてなわけで、とりあえず今日はまあそんな別に調子良くもなくで悪くもなく、かといって別にそれを調子良くしようとかって思ってないし、逆に調子悪くなろうとかも思ってないんで、まあいい感じだかなって思います。まあ明日明後日もね、こういう感じでいければいいかなと。もうとにかく今を生きて、またちょっと今そこに入ってますね。なんか前はおなきんが、ごめんなさい、外してどんだけ投げるんだよと思ったけど、いわゆるなんかおなきんを90日行こうっていう、やっぱそこはちょっとね、意識してたから、正直未来を見てたんでね。だけどやっぱ俺は今を生きようかなと思って、だから別にさっきも言ったけど、今日なんかそれで抜くことがあれば、それは今だし、やっぱ今抜きたかったから抜くしみたいな、ね、あるし、どん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 そういう風に今をね、ちょっと楽しんで生きていけたらなっていう風に今ちょっとまた思ってきました。はい。てなわけで、ここまでご視聴していただき本当にありがとうございました。またね、ぜひ次の動画も見ていただけると幸いです。ぜひチャンネル登録とかコメントとか評価もしていただけると本当に嬉しいです。はい、ということで、ありがとうございました。また動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうね。バイバーイ。